はい、えー、本日はネットサーフィンをしておりまして、えー、This is Media アートをもっと好きになる美術・芸術メディアという、ま、ホームページで曜変天目を紹介していましたので、ま、こちらでも、ま、このページをご紹介したいと思います、えー、世界に3万しかない、えー、国宝の歴史と魅力に迫るということでまずは、えー 藤田美術館の写真ですね。えー、まあ、いつもの写真で、まあ、これといって、えー、まあ、新しいものはございませんね。まあ、これが、いわゆる、なんでも鑑定団の2500万円という、まあ、レプリカですよね、はいえー。こちらがですね、2009年でしたか。公衆誌で 工事現場から見つかったと、まあ、発掘調査というよりはですね、えー、南層の宮廷をまあ、工事をしていてということで、まあ、発掘していたわけではなくて、まあ、作業員がそれぞれ持ち帰ったものを、えー、買い求めたと、何ペンって言いますか、ね、10から20ペンぐらいでしたかね。 買い求めたということで、まあ、くっつけたものですよね。まあ、これが本物であればですね、まあ、新たな、まあ、情報源となるわけなんですね。まあ、こちらが国宝3万ということで、えー、この4つ目のこの取り扱いについては、まあ、何とも書かれていませんで、31のみという表記でありますね。はい。 えこれは全く違うあれですね。えっ、ー、と、これが南宋宮廷の頃の風俗なんでしょうか。えー、これは、まあ、新しい漢字の、まあ、それほど最新ではないですけどもね、聖火堂のものですね。はい、ソースということで。 雑誌の和楽というところからですね。まあ、最近はこういうソースというふうにして、飛ぶようにしていれば、まあ、比較的貸し借りはできるのでしょうか。まあ、1枚だけですね。1種類の写真。はい、次にはこれは、富士美術館のまあ拡大ということで、 まあ特徴はこの輪郭とこの筋目というかまあ乃木目ともまた違うんですけどもね乃木目で抜けてるって感じなのかな全体は白膜の交際の中に乃木目でこ抜けているという感じでしょうかね、まあ、この辺はまあ二重にですねここですね、まあ、二重に交際の上にまあ交際がのって ていう,ふうにも見えますねはいまあ概ね円、えー、の中は国有であって、えー、マットなものはま見当たらないとあこれはですね京都の人のまレプリカですけどもね、えー、まずその焼き方からこの違うというのが分かりますよねまあ酸化なんでしょうかねこれねまあ がよく分かりますちょっと還元はあるんだけども、まあ、強い還元ではないみたいですねえっ、ー、とこれがですね、まあ、少しあの評価に値する真新しいよく見ていただきますとですね、まあ、どうでしょうか見えますかねこうやったら見えないかな後援部この口もですね見えますかねここですねここにもですね交際が認められると 今日私初めての発見なんですよ。両行員のものでえ、この口そのものがですね、こういうふうになっているよう変というか、今のところございません。まあ私のものぐらいなものでね。まあ、ですから、これは特徴ですよね。で、その周辺はというと、こう、薄くなって。 で焦げてはいずにです、ね、どうやら、あめ色かですね、それぐらいまで生地、まあ、が透けて見えると、まあ、これね、新たな発見ですね。先ほどの、まあ、甲州紙のやつはですね、真っ黒なんですよ、公円部。で、ちょっとピンホールが多くてですね、このような黄砂とこういう抜けというものはないんですね。 はい、この両行員のものがですね、まあ、いろんな情報を与えてくれます、まあ、気泡根がこう点々点,点点というものがかなり多いというのがお分かりでしょうねこれから円ができるのかそれにしても大変この深いあ、ね、深めの感じの気泡ピンホールねこれが多いと いうこととそして、おおむね、半、え、紋、ー、の中がですね、マット状であるということで、この、曜変発達のですね、まあ、前段階といいましょうかね、えー、発達、まあ、仕掛けていると、そんな感じも受けますよね。ですけど、まあ、この後円部の、ここ、ね、そしてこれと同時にこ、この、抜けている、 黒くない、ね、夕焼けが薄くなってるとか抜けているということですけども、果たしてこれが本当に良好印かどうか、ちょっとソースを見てみましょう。はい。えっ、ー、と、あやっぱりミホミュージアムで2019年に行われた時の写真なんですけども、この写真ね、私は図録も買いましたけども、 いいななような気がししますし写真などもですね、これは販売されてないような気がしますから、果たして、果たしてですね、何かテレビ番組のようなこの午前という字が入っているところを見ると、コマーシャルかなんかだったんでしょうか。まあ、しかし、これはですね、保存に値する映像的な証拠。 そして、貫入もですね、まあ、しっかりと入っていて、まあ、つまりま、釉薬が厚いということですけどもね。そして、だからピンホールも深いということであって、まあ、これがまあ溶けきれていないといいましょうか、まあ、溶け始める前段階といいましょうかね、溶け始めてのまあ前段階と言ったらいいんでしょうかね、まあ、発達のまあ過程にあると言った方がいいでしょうかね。まあ、本当に何度も見せますけど、ここ,こ,こですね、これ。 これはですね、まさしく私の方法が、まあ、これと共通しているということですのでね。はい。えー、大変な発見をさせていただきました。はいえー、次に、えー、藤田美術館のものは、まあ、これは福林といいましてね、まあ、銀というか、金属でもって、公、え、園、ー、が見えないようになってますので、でも、周辺を見ますとですね、 おおむね今の旅行員のような、えー、生地が見える程度で真っ黒ではないということが推測できますねそしてまあ釉薬も透明感があって、えー、表面も滑らかであると、はい、これが先ほど言ったこの黒い後塩分がですね、まあ、相当こう黒いんですよ 透明釉薬というよりもね、えここにボツボツボツっていうピンホールといいましょうか、生地からの気泡痕がたくさんありますんでね、まあ、これが果たして、えーまあ、本物であればですね、まあ、先ほどのまあ両コインとこの出土品、えーまあ、幅を広げてくれますね、情報の幅をね。うん、大変まあメタリックな。 ですね。これが上から見た図、ね。私はこの鮮やかさを見て、日本の将軍に対して南宋皇帝、世界皇帝のですね、妖変天目にふさわしいのではないかと言っておりまして、まあ、この後円部がですね、マット状の真っ黒なんですよね。今ちょっと反射で銀色になってますけども。 まあよくこの辺はですねまあ似たようなものが私の作品にもございますはいこれはまあ、あの瀬戸の方ですねまあこれうおとなしいというか <laughs> 動きがねはい あこれね、懐かしい、私思ってますね。安藤さん、ね、お元気なんでしょうか。まあ、相当高齢なはずでね。えー、いわゆるまあ金属のまあ結晶といいましょうかね。まあ、その広がりで、おおむね酸化調整みたいなのでやってますのでね。全く、あの、本物の洋変とはまあ違うということは、まあ、お分かりいただけると思いますね。でこれは誰ですかね。この芸術。まあ、誰の作品か分かりませんけども。 似て非なるものということですね。はい、えー、以上です。